スカイスクレーパーは18世紀末のイギリスの競争馬。第10回エプソムダービーに優勝した。父はハイフライヤー母はエバーラスティング。エクリプスンバにハイフライヤーという当時の成功の定石のような配合がされている。毛色は影。馬名はマテンロウのイだが高く飛ぶという意味もあり、父ハイフライヤーより連想したものと思われる。 第五代ベドフォード公爵フランシス・ラッセルによって生産、所有され、マット・ステフェンソンによって調教されていた。エプソム・ダービー時、騎手はサム・チフニーで、この時代本命に押されていた模様。現役を送ったのは、ジョージ3世の治世下の1789年から1793年の4年間、エプソム・ダービー以後も3つのキングスプレートを獲得している。 この他にメイドオブオールワークに対してのマッチレース、プリンスステークス、ジョッキークラブステークス、サブスクリプションパース、プリンスオブウェールズプレートなどに勝利。当時としてはかなりの強豪だった。引退後もソーサリーの母の父になるなど種ボバとしてそこそこ成功した。全王にレワイヤさんがいる。ありがとうございます。